さあ次は今回一番多かった質問、はあ、いきます、うん、これちょっとあの条件があるんでいきますね、はいはいはい、法律、倫理、お金このこういったものの制限制約が全てなくなった時、うん、まあ実験やろうと思った時に、はい、これをやったら倫理的にダメだろうってこともあるじゃないですか、うん、そういうのを全部、うん、あのなんだろう、こう条件をなくした時にどんな実験をしてみたいですか、または手に入れてみたい薬品とか生物などありますでしょうかという質問ですね。つまり何でもしていいよって言われたら何したいですかっていうありますかこれは、リンクさん。僕なんか、まあ、正直なんか爆発とか好きじゃない、好きかなって思われてるかもしれない、みんな思ってますよ、思われてるかもしれないですけど、実は僕大嫌いというか、いやそんなことは好きじゃなくてそれはない、これ今これアンケートで生放送でアンケート取れるそんなことはなくて、あのなんか視聴者の方からコメントでこれ見たいですって言われるから、はい、もう泣く泣くやっているっていう、いやそれも違うな、ちょっと裏方のメンバー連れてきましょうか今今回シリーズ私手のひらやられましたけどね、いやいやそうでしたっけ、はい、おっとまあいいでしょう、じゃあ爆弾あんま好きじゃないこと、はい、そう好きじゃないんで、はい、本当はね法律倫理ダメ、ね、解除するんだったらニトログリセリンとか簡単に作るみたいのは、まあ、視聴者さん的にはやってほしいなと思ってると思うので、僕もやった方がいいと思いますけど、はい、ちょっとやるとねいろいろ、ね、そうですね、はいはい、ハンマーで叩いたらハンマーピュンって飛んでいくとね困りますからね、はいはい、ちょっとそういうのはやってみたいって思われると思うからやりたいなとは思うんですけど、はい、そういうのじゃなくてやっぱお金があったら、はい、ちょっと月に行きたいなって思いますね。もうお金取れなきゃ、宇宙ですか、宇宙、うん、やっぱ地球上だとやっぱ行ける、もう行こうと思えば行けるじゃないですか、どこでも今ね、はいはいはい、簡単に、はい、なのでやっぱ宇宙は行こうと思ってもね、頑張ってかなりのお金が必要だったりします、まあ、そうですね、はい、なんで一度月に降り立ってみたいなっていうのはありますね。月に降り立った後にしてみたいこととかあるんですか。とりあえず、はい、いや、やっぱ宇宙とかちょっと好きなんで、はい、この間宇宙佐賀にある宇宙科学博物館っていうところに行ったんですよ、はい、で月の体験ができて、こうなんかハーネスつけてこうジャンプできるみたいな、重力6分の1みたいな感じで、はい、やったらすごい飛べて、めちゃくちゃ怖かったんですけど、もう今まで飛べる距離じゃない高さのところまでジャンプできる、ね、6倍いけますもんね、死ぬほど怖かったんですけど、あれこれつけないで、しかも宇宙でやったらなんかふわふわして楽しいんじゃないかなっていう感覚があって、あれからちょっと月に行ってまずジャンプをしてみたいっていう、かわいらしいと、ね、それがまず宇宙お好きなんですね、元気先生。そうですね、宇宙やっぱりなんか科学やってると宇宙好きな人は多いですよね、うん、クラレ先生はそんなに好きじゃないかもしれない、うん、そうなんですよねじゃあそんなクラレ先生は何をしてみたいですか。まあ、欲しいものと言われると、はいはい、まあ、自分はまあ、生き物が好きなので、はい、まあ、なんか大音質は欲しいですよ、ね、大音質、あ、でっかい音質ですか、はい、でっかい音質ですね、はい、あ、いいっすね、でっかい音質になんかいる南国の植物を植えて、はい、でそこら辺になんかトカゲとかを放して、あ、でこう真冬にその真ん中で仕事をするみたいな、いいですね、短パンとアロハシャツで仕事をするみたいな、日本にハワイ作るみたいなそうそう、まあやってみたいですけど、あ、まあ倫理、まあ、せっかく法律も倫理も全部破っていいんだったら、はい、まあ、そうですね、自分がやってみたいのが昆虫に、はい、あれですね、パワーを与えてあげたい昆虫にパワー、どういうことですか、はい、だから例えばその、その最近はよく出てきてるんですけど、昆虫とか特にあと鯉、あの魚ですよね、はいはい、魚を散歩させるみたいな技術があるんですよ。えだから魚を、まあ、いわゆるチューブに入れて、はいはい、そこにまあ水を封印してそこに魚を入れて、はい、その魚が行きたい方向にこうタイヤが動いて、あ、いわゆる地面を魚を散歩させることができるみたいな、あ、そっちですか、そうなんですね、っていうのがあって、はい、まあ、それの延長線上で例えばまあなんかすごいこう6脚でも4脚でもいいですけれども、うん、巨大なこうなんかマシンを作って、うん、そこの、まあ、いわゆるコアになるそのいわゆる運転手ですよね、はい、運転手を僕昆虫にするのがいいんじゃないかと思ってて、で昆虫って基本的に例えば足とか手足とか羽とか失っても、はい、その自分で前に進んだりとか動きたりっていうのはその残った手足とかで、うん、なんかすごいわけのわからない動きをなんか発明するんですよね。それはもう彼らが諦めるっていう概念がないから、うん、もう永久にやり続けて、それがなんか正解最適解を永久に探すんですよね。
そのいわゆるそのいわゆるトライアンドエラーを永久に続けるその昆虫の性質を利用して昆虫に外骨格を与えたら乗りこなせるんじゃないかなって自分は思ってて、そうだから例えばこう四つ足のこうキラーマシンを作って、そこに真ん中にゴキブリを据えて、でここは例えば人を襲ったらこう中で蜜が出るみたいな装置を作ったら、もうそれを戦場に投入したらもうなんか阿鼻叫喚の面白いことが起きるじゃないですか。面白いんですか。私の想像では面白くなかったんですけど。そういったことが可能かもしれない。かもしれないので、はい、まあその兵器として導入を取れるのを置いといて、まあ昆虫にそのなんかあれですよね、その本来ないはずの手足や能力を与えたら面白いんじゃないかなとか、あとはまああれですよね、まあ、もっとこれから遺伝子への、その理解が深まったら、例えばそのあれですよね、石炭機とかの昆虫とかですごいでかいじゃないですか、あのでかい昆虫を、まあ、が昔いたってことは3億年前ぐらいにいたってことは、その遺伝子自体は多分昆虫の中に眠ってるわけですから、それを何らかの方法で起こしてあげれば、こうなんかゲームとかね、アニメに出てくるような巨大な昆虫を作ることができて、まあ人を襲って楽しいみたいな。やっぱり楽しいですね。着地点がそこなんですけどまたね。襲われる側だったらどうする？襲われる側は、まあでもそれはなんかそんな面白いものに襲われたら、まあ、それはそれもまたよしって。それまた一興みたいな。いやなんかこの話題だけでずっと喋れそうですね。ちょっと切り替えます、ね、はい、じゃあ一個多分うちのチャンネルっていう性質もあるんですけど、ちょっと勉強関係の質問を、じゃあこれ以上クラレ先生にお聞きしたいんですけど、勉強してるとずっと集中力がまあ持たないこともまあありますよね。やっぱ気分転換のやり方とかがなんかいいのありますかっていう質問があったんですけど、まあ、倉田先生どうですかね。気分転換はした方がいい、まず絶対した方がいいですよね、はい、例えば人間って一つのことを永久にやるって絶対無理、まあ、これができる天才もたまにいますけれど、それはまあ極めて難しくて、で特に勉強になるとやっぱり嫌な教科とか苦手な教科とかもあるから、やっぱりやんないといけないわけですよ、まあ、そうなってくると、まあ、僕だってね英語の単語を覚えるの好きじゃないんで、あんまり好きじゃないですけどやりましたから、まあ、そういうふうに考え、それを勉強として考えると、その人間が一日に許容できる勉強量と、だから自分ができる勉強量をまず把握することですよね。キャパの部分ですよね。そう、キャパの部分ですよね、でそれをやるために例えば部活をやってるとか、あとはそのなんか毎日その例えばその、まあ、絶対にやっていることがあって、それがすごいその脳に対しての負荷になっているとかであれば、それはやっぱり削っていかないと、だからその自分の容量をちゃんと把握して、でその勉強必要な勉強量、だからここまでの成績に行きたいんだったらこれぐらいやっぱやらないと多分無理だなっていうのは目安がつけれると思うんですけれど、その許容量に合わせてその自分の許容キャパは変わらないので、自分の才能なんか上がらないので、なのでそれを自分をよく知って、その自分を使えるような自分の取扱い説明書を作ることが僕は一番大事じゃないかなと。僕は逆ですね。僕は逆ですね。もうキャパなんてないからとりあえずやるみたいな。なんかやる気って、やる気が出てからやるんじゃなくて、やってみるとやる気が出るじゃないですか。アドレナリンとかドーパミンとか。それもありますよね。そうですね。僕だから中学時代ですね、はい、高校受験の時に2年間本気で部活やってた時はめっちゃ勉強やる気出たんですよ、部活終わった後、でもそこで大会終わって3年生の時に勉強やると思ったら全然やる気出なくなっちゃって、引退したと。なんでだろう、もうしょうがないからもう塾行くしかない、強制的にやらせてくれるところ行くしかないって言って塾行って無理やりやるしかなかった、いやいややるしかなかったんですけど、今思ったらやっぱ運動して体からドーパミンとかね、そういうのが出てて、やる気が出てたから勉強できてたんだなっていうのが思って、で今もだから仕事がガンガン入ってる時の方がやる気出て、もう入ってなくなっちゃうと、まああんまりやる気出なくなっちゃうので、忙しい方がいいタイプですね。もう入れるだけスケジュール入れちゃった方がいろいろできるようになっていくみたいな。なるほど。ただそれに関して一つ言うと入れすぎですけどね。入れすぎに関してはちょっとそれはありますけど。この3日間やってた方がなんか元気は出ますよね。まあそうですね。やってた方が。それは多分元気先生の取扱説明書なんです。人によってそうですね。そうだから多分もうでそれは多分自動的にセーブしてるんですよ。働きすぎな気もしますけど、どちらが正解ってわけではなくて、そのクラレ先生タイプもあるし、元気先生タイプもあるので、自分がどっちに寄ってるのか、自分のオリジナル説明書を見つけていくのが大事っていうところです。ちなみに、普段今お仕事されてて気分転換って何かあります？
倉田先生自分は気分転換こうするみたいなので。僕の気分転換は、はい、まあ仕事をしないといけない時とか、まあ、特にあのお話考えないといけない時が一番辛いんですけど、はい、の時は逆になんかすごいインプットをすることが多いですね。あ、特になんか例えば創作をする時は、はい、もうなんかあのいろんな創作作品をもう一通りもうずっと永久に見てますね。ああそうなんですね。で例えば勉強する時も、はい、なんかその勉強する前にそのなんか成し得た人の、はい、そのなんかあの業績みたいな本とかをなんか読んでることが多くて、うん、そうするとなんかそこに近づきたいとか憧れが生まれているので、うん、なんかそのノリは良いですよね。だから僕はそのなんか結構テンションに巻き込まれやすいっていう。あ、だからあの悲しい人がいたら悲しくなり、うん、笑ってる人がいるとなんかテンションが上がるみたい な、 なんかそういうなんか巻き込まれ方 の、はい、その自分の感情、まあ、多分自分がね感情がないんだと思うんですけど感受性が豊かって言うんじゃないですか。でもそれもでもご自身で分かってるからですよね。そうですね、自分は自分の分析した限りそうなので、なのでそういう環境に身を置いて、はい、でやるんで、それでもどうしてもダメな時は、はい、もう、あれですね、軽い運動をして、で美味しいものを食べて寝ます。大事、人として大事なところですよね、はい、あ、いいですね。元気さんどうしますか。僕は気分転換っていうか、はい、もうそれをどうやったら好きになれるかなっていうのを思って、はい、でまあ、一つ一つだからなんか突き詰めていくとそれが好きになって、はい、もうやってること自体が気分転換みたいになるって感じですかね。疲労を感じないの、そもそも例えば疲れてちょっと休みたいなとかないんですか。だから英語とかめんどくさいなって思ったら、はい、じゃあどうやったら英語好きになれるかなと思ったら、はい、外国の友達作って話せるようになったらすごい楽しくなるじゃないですか、はい、それを思い描いてやって、で、まあ、一緒にね留学生とか友達になって、はい、あ英語楽しいなと思って言ってると英語できるようになったりとかしますし、はい、なんかつまんないことをどうにか楽しいことにできないかなっていうのを切り替えてやってったりしますかね。かポジティブの塊ですね。そうですね。その自称ネガティブの塊です。私どっちかと比べてる派なので。あ、そう、そういうことか。そうなんですね。あ、そうなんですね。だからどんなこともなんかこの番組つまんない、どうやって関わっていこうかなみたいな感じのも、はい、この番組を 見てくれた後になんか残るものがあるとか、はい、この実験道具で使ったから次なんか実験できるからそのためにやろうみたいなとか、まあ、どうせやらなきゃいけないことなんであれば楽しもうみたいな、まあ、ないですけど。そうですね、はい、でも視点を変えていく感じですよね。そういうことです。すごいですね。それは想像できることではないです。その中から何かいいことを見つけていくみたいな感じですかね。あ、パワーあるな、やっぱすごいな。そんなパワーある先生に小3の息子さんをお持ちのお母様から質問なんですけど、はいはいはい、息子さんが科学者にどうしてもなりたいそうです。科学者で本人はいっぱいいろいろ本を読んだりもしてるらしいんですけど、はいはい、どうしたら科学者になれますかっていうのを息子に聞いてくださいと言われたそうなんですが、アドバイスありますか。さっきちらっとスクラレ先生とねそんな話してて、クラレ先生もいいお話しててくれたんですけど、はい、まあ、僕はそうですね、だからまあさっきもちょっと言ったんですけど、はい、そのまずお母さんとか家族が、はい、そのいわゆる科学とか理学を、まあ、推し進めたい人に対して否定をしない、はい、否定をしない、いわゆるそんなことやっても無駄だとか、うん、何の役に立つのとかってよく言いますよね。だから、まあ、科学は特になんか役に立つことを求められることが多いんですけれど、うん、科学を役に立てようと思って研究している人は実はすごい少なくて、うん、人類の進歩のためとかそういうイメージが強いですよね。そんなもどうでもいい、何もなくなんかおもろいからやってるんですよね、うん、あ、確かに、うん、だってもう永久にだってドブの中にいるなんかタニシの貝殻のを分析してこれはこういう種類だっていうのって、ま、土台役に立たなそうじゃないですか。でもずっとドブ見てるおっさんですよ。やばいですよ。そこだけ切り取るとそうですね。そこだけ切り取るとね、やばいです。ただでももしかするとそこで例えば何らかの、いわゆるその例えばそのタニシの中で、うん、特定の、まあ、物質があって、うん、その貝の分類がいきなり必要になることっていうのは、うん、科学において絶対あるので、うん、その時にその人にいきなりスポットライトが当たるだけなんです、ね、確かに。一昨年、うん、ノーベル科学賞を取った真鍋淑郎先生も、はいはい、ただ楽しいからやってただけっていうので、うん、そうですね、地球気候モデルでノーベル賞も取りましたしね、うんうん、やっぱ熱中できるようなものを探すのが必要です。そうです。だから、まあ、だからスポーツとか全部も一緒で、だからなんかみんなが熱中するものって多分理由なく熱中してるの で、うん、でその理由なくもやってることに対して何やってるのつまんないとか、うん、そういうのを言ってしまうとやっぱ冷めちゃうんですよね、うん
だから、うん、だからよくなんかその絵を描いてる人が大人になって絵を描かなくなったっていうのは、その絵なんて描いてるのは恥ずかしいからもう卒業しなさいみたいな、うん、お絵描きしてるなんか卒業しなさいみたいな感じで言われるみたいな、うん、で描く本当に描くのやめちゃうみたいな。家族の言葉って大きいんですよね結構、うん、ネガティブな言葉もポジティブもいいんですけど、うん、逆に効果あるんですけど、うん、やっぱり家族に言われる、うん、そんなこと何の意味があるのっていう否定的な言葉って子供にはすごく刺さりやすいので、うん、でそこはいや親としては、まあ、応援してあげるじゃないですけど温かく見守るっていうのが大事なんですかね、うん、そうですね僕はそうだと思います、まあ、自分はもうねマイナス塊なのでマイナス信念の塊なので逆に否定されたらいやじゃ あのお前を論破するためにこれから勉強してやるっていうふうにもはや反骨精神すごいじゃないですか、はい、っていうふうにやっぱりなるので、うん、なので、まあ、自分はそういうなんか逆に僕はあのマイナスエンジンって呼んでるんですけれど、うん、こうあのあこうあれですねこうなんかその否定されたその否定されたことを否定し返してやるっていう、うん、マイナスにマイナスをかけてプラスしてやるという、うん、マイナス信念をプラスに変えるというわけのわからない活動で多分自分は今まで生きてきてるので、それお子さんからすると例えば多分興味も移り変わることもあるじゃないですか、うん、だから今興味あるものをどんどんこう、まあ、本でも例えば YouTube でもいいと思うんですけど、うん、どんどん知りたいっていう欲をこうどんどん止めずにやっていくのがいいんですかね。なんかあれやってたのにこれはやらないのみたいな感じにやっぱなると思うんですよね、うん、でもそれはもうそこを止めてる必要もないですし、逆に言うとその子が科学者になりたいって言ってやってて、うん、その科学者になるんだって言って逆に応援しすぎるのも良くないんですよね。だから応援しすぎるとその子は科学者しか道がなくなってしまうんです。あ、なるほど。いや実はめちゃくちゃサッカーいいじゃんみたいな感じだけど、うん、でもなんかみんなが科学者になるみたいな空気あるなみたいなんて言ったら言い出しにくくなる、ね、そう言い出しにくくなるので、だから否定しないっていうのが僕はすごい大事じゃないかなって思います。確かにうちの親もそうでしたね。あ、そうですね。まあ、結構全部褒めてくれてて、なので、まあ、小さい頃小6くらいから役者を目指しててくれたのも応援してくれたし、で理科が好きで教員になるのも応援してくれてたんで、まあ、そういうのが全部ね、やっぱり一度やったことって無駄にならないかなと思いますし、僕もちょうど組み合わさってこうなってることもありますので、はい、だから否定せずちょっと応援してあげることが大切だなと思いますね。じゃあその子にしたら、まあ、今自分の好きを大事にして言ってくれたらいいですかね、はい、ありがとうございます。さあ、あと2つです、はい、お願いします、はい、じゃあ次がですね、これ面白くて、クラレ先生と元気先生にそれぞれお互いのですよ、お互いのすごいと思うところとやばいなと思うところ、まあ、でも両方じゃなくていいと思うんですけど、まあ、お互いのっていう印象をまあお聞きできたなと思うんですが、お二人の付き合いって長いんですか？もでもそうでもないですよね。あ、そんなにむちゃむちゃ長いわけではないですよ ね2年くらいですか？2年くらいですよね。あ、そうなんですね。まあ、もうそろそろ3年かなぐらいですよね。そうですね、はい、まあ、前から存じてたんですけど、はい、なんか YouTube 僕が独立してからお声掛けさせていただいて、はい、それであの一緒に実験やらせていただいているっていう感じになりますね。結構でもご一緒してる回数とか多いんですかね。あのニアミスはねすごくしてた。なんかテレビとか、あ、そうですね、過去から。僕はそのテレビだったりとか、まあ、ちょいちょい呼ばれてたりとか、はいはい、あとはなんかそのあれですね、その出版社だったりとかで、はい、あ、さっき元気先生いらしてたんですよみたいなとか、さっきまでいたのにみたいな。だからずっとだから元気先生っていうのはずっと知ってて、はい、であのね、あの伝授の先生のところで、はいはい、まあ、なんかあのされてる、うん、あのなんかあのすごい活躍されてる方だっていうのは知ってて、うん、でまあなんかお会いすることあるだろうと思ったら、もうなんか僕個人的になんかずっと知ってたんですよね。多分なんかデビューぐらいから。あ、そうなんですか。かなり知ってます、ね、ありがとうございます。全然接点がなかったそう、つなね、あ、お会いすることなかったですね。でも本当にもうニアミスを永久に続けてて。そうでしたね。そう、それでなんか元気先生のところがたまたまお話があった時に、うん、はい、あ、いや、せっかくなんで会いたいなと思って、あ、で、まあ、一緒に会って、はい、で、まあ、なんかね、こんな爽やか なんかこう安心安全な感じで、そうです、安心安全ですね。いや、安心安全だと私も思ってたんですけどね、はい、まあ、だんだん崩れていってる。逆っていうことが分かりました。逆ですかね。でもクラレ先生が見てどうなんですか、今改めてこう見て。いや、だからぶっ飛んでんな。ぶっ飛んでるのか。いや、でも僕でも分かんなくなってくるんですよね。こうなんですかね、見られているからこのくらいは言わなくちゃいけないなっていうのと、うん、自分でこれがやりたいなっていうのはちょっと分かんなくなってきてますよね、途中からね。あ、うん、求められてるからやっているのか、うん、自分が好きだからやっているのかはちょっと。あ、でもこれ活動してると、その
その映ってる一岡元気と自分の一岡元気とまあズレが生じてきますよね。若干そこは求められてるものをあの答えなきゃいけないっていうのも出てくるので、そうですね、それはまあしょうがないですね、これやってると。だから、そうですねまあぶっ飛んでるってことですね。いや多分僕はそうね思ってないんですけどね爆発とか好きじゃないし危ない実験も好きじゃないんですけど、多分見られてる側としては、はい、あの危ない実験とか好きだろうなって思われてるからやってるだけで、まあ、クラリス先生もそうですよね裏ではやっぱり違いますよね。安心安全同意しかない断られましたね逆に元気先生から見てどうなんですか、クラリス先生っていうのは。クラリス先生なんかやっぱ逆、あ、そう、逆かもしれないですね、確かに表では毒とか危ない実験言っているけど、はい、ちゃんと安全を考えて、はい、あれこれくらい僕だったらいけそうなのになっていうののところを下からこう攻めていく、ね、ちゃんとした科学者っていう感じですねなるほどなるほど、はい、安全。お二人がオフでとか裏で話してる時によくワード出てくるのが、クラレ先生から元気先生やばいことやってますよねみたいなそっちなんで矢印って思うこと結構外から見ると多いので、なんかその印象かもしれないですね、はい、外から見てても。だから安全そうに見えてやばくて、はい、やばそうに見えて安全でもお互い見てもすごいんですか、やっぱやってるそのなんだろう、同じようにくくれば同じですけど、うん、でもやっぱ細かく見れば違うじゃないですか、畑というか部分は、うん、なんか僕はなんか表に出ているような今まであったようなよくやられてる実験をちょっと大きくするとか、はい、その中でしかできないんですけど、黒井先生も全然表に出てないような知らない実験ばっかり知ってて、あ、こんな面白さあったんだみたいのを知ってて、まあ、でも地味ですけどねいや地味な中にすごい面白さがあるんで、その面白さを、ね、伝えていってる感じがしていて、そうですね、だから僕はそのやっぱりその科学っていうのがそのものに対する支配欲なので、まあだからその人間はその最初ね、山で見つけたその山火事だったりとか落雷の火を絶やさないように燃やし続けて、この火というものがすごい尊かったんですけれど、まあいずれそれを摩擦で作ることができるっていう、まあなんか木こすったらできるっていう風な再現に成功して、でその木こすった時に摩擦熱が起きて、それがその蒸発した炭化水素に引火して、で火がついてるってことまでまあ人間は突き詰めていって、で最終的にはライターまでそのいわゆる炎の制御と支配に成功したわけですよね。だから同じような感じでそのいわゆる物事の現象が起きたらそれを観察し、それを再現し、それを制御するっていうのが、まあ僕の科学に対する考えであって、まあ科学の基礎ではないかなと僕は思っているので、だからそこを僕は科学をまあ学ぶ人にまあできれば伝えたいなって思っている。特に多くのそのやっぱりその学校の先生がそこを伝えきれてないので、そのやっぱり面白さっていうところと、あとはまあ本物の科学ですよね。そう、だからまあここからちょっとピーになりそうなのであれですけれど、まあその学校で教えられてるのはまあ科学の一面だけではない、もう本当にもうなんか氷山の一角というか、もうなんか光当たってる部分なので本体ではないっていう、だからその本体を僕はできるだけ分かりやすく知ってもらいたいなって思って、それぞれの専門分野からいろんな情報をまあ出すことによって、まあそれがあ、こんな見方あるんだ、こんな方法あるんだ、こんな技術あるんだっていうまあ裏技をいっぱい見たら、まあみんなそれに羨ましいな、面白いなと思った人が増えたらいいなっていうふうに思ってますね。逆にクラレ先生から見て元気先生の実験って どういう印象なんですか？正直、はい、派手な実験をなんか規模を大きくしてるだけに、まあ、見える人は多いと思うんですけど、本当に細やかな工夫をされてて、ありがとうございます。いやこれはもう本当に別に褒めとかそんなんではなくて、すごいなって思いますね。であとはもうそのとっさの判断のいわゆるもう爆発ですよね。はいはい、だから元気先生が今まであらゆる実験をいろいろやってきて、でそれが頭の中に全部パーツとして入っていて、あ、じゃあこれとこれでやったら絶対面白いですよみたいなのをやるのと、でそれをやってしまう度胸ですね僕はもう慎重派なので、はいはい、これぐらいこれぐらいこれぐらい、あ、これが安全であればこれぐらいはっていうのを検査、まあこの辺ぐらいは目測で大丈夫だろうっていうのがいけてて、しかもそれはまあちゃんと安全なことが多いので、まあすごいなって、やっぱりその肌感覚でなんか運動神経を使って科学してるなって感じがしますね。ありがとうございます。
ではラストいきましょう、はい、最後はですねかなり真面目な質問なんですけど、はいはいはい、お二人の夢や目標、まあ、今後のですね夢とか目標をお聞かせいただいて終わりたいと思いますので、うんはい、じゃあ元気先生先にお願いします。そうですね、まあ、本当真面目なんですけどね、はい、これはどなた向けにちょっと喋るかなっていうのもあるんですけど、はい、でも結構多分幅広い方、はい、学生もそうだし、はいはいはい、学校の先生もいるかもしれませんので、はい、特にまあターゲット絞らずに、はい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 、先生の夢をなんか僕が思ってるのは、はい、やっぱ将来の日本を救いたいなっていう思いで最近思ってて、はいはい、やっぱ一人当たりの GDP が結構下がってきていて、はい 日本、 ね、日本がこれからもう発展途上国並みになってっちゃうんじゃないかなって言われてるところで、はい、どうやったら日本がより一人当たりの GDP を稼ぎ出して一人当たりの、うん、つまり年収ですよね、はい、上げることができて日本全体元気になるかなっていうのの鍵としてやっぱり一番は科学じゃないかなとは思ってて、はい、で科学をやっぱりだから昔ね科学技術大国日本って言われたように、うん、科学で勝つため、うん、Google、Amazon、うん、何でしたっけ、GAFA だから Facebook、うん、Apple、まあ、海外のねそういうね、うん、名だる企業に勝つ企業が出るためにはやっぱ科学にね、うん、匠って言われる人が現れなくちゃいけない、はい、そのためにやっぱ科学に詳しいというか科学に進む人の裾野が広がれば山の頂点も上がると思ってるんですね、うんはい、だからそのために科学に興味持ってもらえる人を増やしたいってことで YouTube でいっぱい上げてたりとか、はい、科学に興味持ってもらえるような動画を上げてたりとか、はい、あとはだからやっぱ科学の遊園地みたいのをずっと作りたいなと思ってて、うんまあ、ディズニーランドにいっぱいお客さんが来てで楽しかったって思えるようにたくさんお客さんが来てで楽しくてさらになんか勉強になって科学に興味持って科学の道に進むような人が現れるような場所を作りたいなっていうのがいつかの夢ですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ倉井先生お願いします。結局のところその元気先生と、はい、あの持ってる、うん、その思ってるその根底思想ってほぼ同じ、うん、でそのやっぱりその、まあ、あのいわゆる人がいわゆる日本のこの名だたる企業いわゆるそのいわゆる一流企業と言われているところがもうやれねそのもうオカルト商品ですよ。もうだってドライヤー見たらミネラル増量って書いてあってなんかウンタラクラスターが出てきてなんかテレビから出てくるとかどうでもええわみたいな、はい、それを一流企業がやっている。だからそれはもうなんかわけのわからない怪しいうぞうむぞうがなんかしのあの、ね、やってるんであれば、まあ、わかりますけれどではなくてそんなものをしなければなんか売れない。でしかもそれをまあ喜んで買うようなお客さんがいる、うん、もうそれはもうなんかなんて言ったりしてもう科学教育の敗北と僕は思うんですね、うん、でその結局 の、 その科学を勉強したらまあお得になる勉強をして、まあ、科学と知っておけばまあ損をしないっていうのもありますけれど、うんまあ、それ以上にその新しいものを生み出すには絶対科学が必要ですし、うんうん、それこそもう本当に あとはそのあれですね理系のまあ人材っていう風なのがやっぱ出てきたら、うん、その人材がやっぱちゃんと活躍できる場が用意されていない、うん、だからそのあと日本のだからみんなその日本で優秀な科学者がやっぱ未だにやっぱどんどん生まれるんです、うん、天才やっぱいるの で、はい、でその天才が生まれた後その天才の行く先はみんな海外の企業なんですよね、うん、そうなんですよね、うんで僕もだからその大学とか、まあ、その高校とかで、うん、その将来こういう風な研究したいんですけどって言ったら、うん、じゃあここのアメリカの大学のここら辺強いから行ったんじゃいいじゃないって言わざるを得ないんですよね、うんうん、いやもうバイオなんかも日本でもうお通夜なんで絶対やらない方がいいっすよみたいな感じで、うん、やっぱもうなってるんで、うん、もう、まあ、土台無理なんですよね、うん、で僕はまだその日本 の、 その、まあ、あの科学の中で化学有機化学とかですよね、うん、に関しては日本のお家芸でもあるので、うん、逆に言うとそのもうあの日本の砦です、もう最後の砦、まあ、そう他がダメになってるというのはちょっとあまり語弊がありますけれど、うん、化学に関してはまだキープできているので、はい、それがその最後の砦を、まあ、僕は守りたいなっていうふうなのがすごく強くて、うん、なので自分のチャンネルでやってるのはやっぱその化学をすごく推している、うん、だからその化学ってやっぱりねもうなんか白い粉と白い粉混ぜて白い粉ができたりとか透明な液体と透明な液体混ぜて白い粉ができるんで何が面白いねみたいな感じになってると思うんですけど、いやでもそこは全く無価値なもう本当そこら辺にあるようなもうその石油から取った無価値な安いものからいわゆるそのもうあれですよねその難病を治す特効薬ができたりとか、
それこそね、今もう新しい、ね、ウイルスの新型のウイルス の, その感染症さえ抑え込むような薬っていうふうなものを人類が今生み出しているわけじゃないですか、うん、それも全部やっぱ有機化学なわけですよね、うん、まあ、ワクチンはちょっと別ですけれど、うん、そのワクチンの治療薬の方ですよね、うん、本当はその治療薬になるとやっぱ有機化合物とかのものが多いの で, ですか、うん、やっぱその技術が全てをその国を豊かにし人を豊かにするので、うん、だからやっぱりそこの裾野をやっぱりね守っていきたいっていうのがやっぱりあるので、そこは非常に近いところですかね、うんうん、ね、そうですね、僕、うん、もね教科書をもっと分かりやすくしたいなっていう夢みたいのはあって、うん、なんかもうちょっと密接に関われないかなってあるんですけど、教科書作ってあれですね、うん、それを使って勉強してほしい。そうですね、うん、確かに。でも教科書はねもう国が決めちゃってますからね、 そこからちょっとどうにかあの、ね、していかないとより良い理科の学習というのはならないと思うんですよね、本当に。だから結局ね、うん、もうその中、まあ、僕小学校中学で実はそんなに悪いと思ってなくて、うん、うん、高校ですね。高校がそうなんですね。高校のもうなんかね、その科学の、特に僕はまあ専門が生物科学なので、うん、はい、生物科学見る限りは、まあ、最悪ですよね。まあ、正直だから大学の先生とも話をすると、はい、もうその高校3年間で教えられた内容がまず無意味なので、それをまず捨てさせること、間違いを改めさせることが、まあ、だからもうその3年間をアンインストールするのに1年かかるっていう、無駄ですよね。しかもだから多感な一番ね、なんか人生で一番その記憶力とか判断能力が、うん、あの反射神経がいい時代を無意なものを教え込まれるって、うん、僕本当にもったいないと思うので、うん、そういうなんか無意な教育をなんかあれですね、無意な教育が無意になってほしいですね消えてほしいです ね、はい、だから若い人はやっぱかわいそう。うんうん、まあ、教育は歴史がある分どうしてもこう変えにくいなってこの活動してもすごく思うんですよ ね、うん、そうですね。やっぱりなんか今までやってきたことが全部間違いだとは思ってないですし、うん、そこに価値は絶対あるんですけど、うん、どうしても変化がしにくい、うん、そうですね、変化させない方がいいって言ってる人もやっぱ多いですし、うん、でも例えばさっき先生もおっしゃってましたけど50年前の教科書が内容があんまり変わってないっていうのは、うんうんうん、絶対おかしいじゃないですか、うん、きっと学び方とってもそうですけど、だからなんかこういった、まあ、うちらは外で活動してる人間なので、うん、はい、こういった発信してる人間のまあ力っていうのがまあ集結してって、うん、それが波風になって教育ってものを変えれると私は思ってるんです、うん、そうなのでなんか頑張ろうって聞いてすごく思いました本当に素敵な話ありがとうございました。ありがとうございました。